世の中には似て非なるものがたくさんあるのよ。愛と性欲、使命と野心。あなた最近仕事を解雇された？何でも見抜いちゃうんだよこの人。魔女さんって呼ばれてる。魔女さん、いい香り。はい、どうぞ。香水は記憶と感情が眠っているの。こんな自分にも価値とかあるのかなって。こんな出会いもあるもんだね。伝説を作るのよ。えー、香りがあなたの無限の力を引き出してくれるわ。変えられるのは自分と未来だけ。香りというのは物語とイメージで。僕の言うことを聞いて。ついに回転。自分の中にある欲望をうまく飼いならしなさい。